こんにちは。今日は洗髪に使うシャンプー石鹸のご紹介です。シアバタ入りの髪に優しい石鹸です。石鹸シャンプーは髪がきしむ、パサパサになるなど洗い心地がいまいちで使ったけどやめたという方いらっしゃると思います。私も何度も使ってはやっぱりダメだと普通のシャンプーに戻るということの繰り返しで、いろいろ試して今またこの石鹸を使っています。純粋な石鹸はアルカリ性で洗った後どうしてもきしみが出ますが、その後にクエン酸、お酢、レモン汁などを溶かしたお湯ですすぐことによって中和されて滑らかになり、きしみが収まります。それでもやはり合成のシャンプーのようにツルツル感は出ません。でも合成のシャンプー、コンディショナーはビニール、シリコンなどを溶かしたような成分を髪にコーティングすることによってツルツルした良い使用感を出しているので、髪本来の健やかさや頭皮の健康を長期的に見ると良くないですし、また環境保護の面でも洗髪するたびに多くのマイクロプラスチックが溶けた水を排水していて、マイクロプラスチックが海に溶け込みます。そのマイクロプラスチックはダイオキシンなどの有毒物質を付着して、また知らず知らずのうちに食品や飲料品などから私たちの体の中に帰ってきます。なので使用感は劣りますが、できるなら石鹸を使いたいと思い、無理のない範囲で使っています。また液体石鹸でも良い商品が市販されていますが、固形石鹸だと容器もいらないので、さらにプラスチックごみが出なくてとってもエコだと思います。今回はベーシックなオリーブ石鹸に後入れでシアバターを加えたしっとり洗い上がる石鹸です。でも石鹸での洗髪はこれだけではやはりきしむので、中和剤のリンスとしてクエン酸リンスの作り方も次の動画でご紹介します。ではシャンプー石鹸の材料です。オリーブオイル 200g、 ココナッツオイル 200g、 パームオイル 150g、 ステアリン酸 15g、 カセイソーダ 80g、 精製水 192g、 好みのアロマ精油、50から100滴、これはなくても作れます。アロマ精油は結構入れてもほのかに香るぐらいなので省いても大丈夫です。そしてシアバター 15g です。材料の詳しい説明は私の以前の動画ハンドメイドソープでご紹介していますので、よろしければご覧ください。そして他に用意するものはステンレスの大きなボウルか鍋、はかり、耐熱性の少しずつ液体が出せる容器、泡立て器、温度計、湯煎の用意、そして牛乳パックなどの型。型の作り方は以前の動画チョコ石鹸で牛乳パックの作り方をご紹介していますので、よかったらご覧ください。そしてゴムベラ、保温箱や保冷バッグ、そして保護のために手袋、メガネ、マスク、エプロン、そして石鹸を切り分けるナイフをご用意ください。では作っていきます。まず耐熱容器に分量の精製水を入れ、その中に測った加勢ソーダを入れます。この時液体が熱くなって湯気のようなものが出てきますので、手袋、マスク、メガネをして換気をしながら気をつけて行ってくださいね。そして瓶を倒さないようにかき混ぜて加勢ソーダを溶かします。この液が40から50度ぐらいになるまでしばらく置きます。パームオイルとステアリン酸を湯煎にかけます。
もしココナッツオイルも固まっていたら一緒に湯煎にかけます。ステアリン酸がきれいに溶けたらココナッツオイルとオリーブオイルも入れます。そしてこちらも40から50度になるまで冷まします。両方の温度が40から50度になれば合わせていきます。オイルの中に加勢ソーダ液を少しずつかき混ぜながら入れていきます。休みなくかき混ぜ続けてください。全部入ったらここからも休みなく15分から20分ぐらいかけ混ぜ続けてください。15分から20分ぐらいかけ混ぜ続けると少しだけ白っぽくなってきて少しとろみが出てきます。これからは休み休み混ぜてください。そして15分おきぐらいに時々混ぜるというのを繰り返していくとだんだんと白っぽくなって、そしてとろみもさらに増していきます。そして、泡立て器を持ち上げて少し筋が残るくらいになってきたらトレースが出てますので、そうしましたらそこで溶かしたシアバターを入れます。これは電子レンジで溶かしたものでも大丈夫ですので、あんまり熱々に温めすぎないように気をつけてください。この後から入れるオイルはスーパーファットといって、さらに保湿力を上げたい時にこういう風にします。すいません、動画ではちょっと映ってないのですがアロマ精油もここで入れます。そしてさらによく混ぜます。そして型入れです。いつもは、タコ糸とか紐でするんですが今日はちょっと輪ゴムで留めてみました。そーっと型に流し入れます。はい、そしてここで保温箱に入れます。保温箱に入れて最低24時間このまま保温します。24時間以上経った状態です。ほぼ固まっているのですがまだ柔らかい状態ですのでこのまましばらく置いておきます。作成から4日後です。ちょっと外してみます。ちょっと部分的にまだ柔らかいのでもう1日置くことにします。作成から5日目です。型から取り出しました。気温や湿度によって3日でできたり7日かかったりかかる日数が違うので状態をよく見てくださいね。いつもは目分量で適当に切るのですが
今日はちゃんと測ってみることにしました。まっすぐに切っていきます。スーパーファットが入っているので少し柔らかめの石鹸だと思います。包丁から取るときは滑らすように取っていきます。切り口がきれいになります。切り終えたら今回はスタンプを押していきます。定規でなるべく、文字が揃うように合わせていきます。こんな感じです。そして間隔を空けて並べ、日の当たらない風通しの良いところで1ヶ月半くらい乾燥させてアルカリを落ち着かせます。次の動画でクエン酸リンスの作り方を、そしてその次の動画でシャンプー石鹸とクエン酸リンスの使い方をご紹介します。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。